はい、皆さんこんにちは、マサでーす。感じでね、またやっていきたいと思うんですけども、もうとっくに始まってましたね。うん、スパイダーマン、うん、アクロス・ザ・スパイダーバース、うん、6月16日からもうね、やっててね、うん、すっかりご紹介するの忘れてました。うん、これ紹介しようと思ってたんですけどもね、今回ね、スパイダーマンのご紹介なんですけども、うん、スパイダーマンの最新作ですね。うん、これアニメーションになってるんですよね。うん、スパイダーマンね、スパイダーマン、バースから5年、うん、ピーター・パーカーの意思をつくマイルス・モラレスが再び活躍と。うん、そしてね、救うのは愛する人か世界かっていうね、うん、スパイダーマン同士の戦いをね描くっていう、映画なんですけども、うん、今回のこういうねアニメになっててね、とてもね、黒人の少年とあと女の子、うん、白いスパイダーマンみたいなのが出てね、うん、フィギュアとかもね結構もう発売されてるんですけども、うん、僕ね結構ねスパイダーマンね、あんまりね、フィギュア持ってないんですよね。うん。後ろにね、いるやつ、このやつと、このチープな感じのスパイダーマンね、うん。しか持ってないんですけど、このデッドポールはね、結構持ってるんですけどもね、うん。結構ね、このスパイダーマン探したんですけど、あんまりなかったですね。うん。これ結構チープな感じで好きなんですけどもね、ちょっとね、ギミックはちょっと潰れてるような。と思うんですけど、うん、ここなんかなんかた光るかなんかやったと思うんですけどもね、うん、スパイダーマンね、うん、これね、このアニメのこのスパイダーマンね、ストーリーはね、この、ま、主人公のマイルスは、グエンに導かれある特別なユニバースへ。そこには、ミゲル・オハラ、スパイダーマン2099をはじめ、様々なユニバースから来たスパイダーマンたちが集結していた。彼らの悲しき未来を知ったマイルスは、世界を揺るがす大きな決断を下すが、てんてんてんってなってるんですけども、ストーリーはこういう感じのね、スパイダーマンのね、とても、まだ冒険をするようなね、アニメなんですけども。うん。それと他にもね、この DC でもね、今、フラッシュとかもね、やってますしね、バットマンが出てきますしね。うん。バットマンもいてますね、ここには。うん。バットマンもあまり持ってないんですよね。うん。やっぱりデッドポールが好きだからね、うん。デッドポールばっかり買ってるんですけども、フィギュアね。うん。そしてね、なぜか知らないけど、ポスターはスパイダーマンのやつばっかりを買ってるっていうかね、うん。部屋に貼ってるんですけども。うん。そしてまた買ってきました。ドーンと買って。うん、スパイダーマンのね、このポスターね、うん、このシリーズね。前というか、前にもいろんなもん貼ってるんですけどね、部屋にはね。うん、これね、全20種類ね、いろんなスパイダーマンがいるよーって感じでね、ちょっとね、横で見にくいんですけどもね。うん、まあね、こんだけスパイダーマン出たら、さすがにスパイダーマンが出るだろうって感じなんですけども、うん、こっからね、ヴィランなんですけども、ヴィランはちょっとねー、いらねえなーって感じなんですけどもね。で、まあ、この集合ヴィランのポスターならまだいいんですけども。まあ、できればスパイダーマン全20種類でね。これまだ、まあ、一番くじのマーベルのやつの、一番くじのやつの、多分、をリサイクルショップで買ってきたんですけども。もうこれ安くなってるからね。それだけどね、まだ封してあってね、何が出てあるかわからないよって感じだったんですけども。それでね、開けていきましょうね。そしてね、もうほとんど開けかけてたんですけどね、あんまり普段無理やり開けるのもちょっとね、いや、あれですからね。先ほど開けてね、見ていきたいと思うんですけども、できればね、スパイダーマン欲しいですけどもね、って感じで。あんまりね、遅いほど大きくないんですけども、何かな、スパイダーマンが出ましたね。お、なかなか大きいスパイダーマンですね、これ。いいんじゃないですか。また部屋に貼りたいと思います。ということは、どれが出たんや、これは。
なんかしゃがんでるスパイダーマンみたいなでしたね。んあ、これかな、え、ちゃうかな、どれかな、こ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 れっぽかったですね。うん、うん、なかなかよろしいんじゃないですか。うん、これもね、また貼りたいと思いまーす。うん、あそこにね、結構ね、大きい顔のね、スパイダーマンがいるんですけどもね。うん、ここね、うん。あ、その横ぐらいにも貼ろうかな。うん、ということでね、今回はね、このスパイダーマン関係のね、この、もっと早くご紹介しようと思ったんですけどね、すっかり忘れてました。まあ、スパイダーマンも好きだからね。うん、どっちスパイダーマンはね、東映のね、昔の日本のね、スパイダーマン、スパイダーマンっていうのね、あのスパイダーマンがね、好きなんですけどもね。まあ、こっちのスパイダーマンも好きなんですけど、こういうチープな感じのスパイダーマンのフィギュアとかもね、ほとんど稼働しないんですけどもね、こういうのもね、好きだからね、集めてるんですけども、アメコミ系のね、フィギュアですね。そして、今はね、このスパイダーマンのね、アニメバージョンもやってますし、6月16日からもやってますからね、もうだいぶ経って、もう見ご覧になった方がもう多いと思うんですけども、そして、この DC もやってましてね、僕はこのデッドプールが一番好きなんですけどもね、そしてね、このアメコミコーナーがね、まあ、これくらいにね、撤収していこうかなって感じなんですけども、まあね、ストーリーもさっき言った感じでね、もうすでに見られた方もね、たくさんいれると思うんですけども、そしてね、そして今日の吉岡里帆ちゃんをやっていきたいと思いまーす。はい、ドーンって感じで、今日はまたね、動画にちなんだ感じのね、吉岡里帆ちゃんをやっていきたいと思うんですけども、ちょっとね、ヒロイン感じ、バッドガールみたいな感じのね、仮面を、花の、で作った感じのね、吉岡里帆ちゃんなんですけども、ちょっとね、仮面をかぶったような感じでね、これにしようかなと思ってね、ちょっと顔のアップの方とね、ちょっと引いた感じのね、ちょっとセクシーな感じの胸元の感じのやつのね、吉岡里帆ちゃんなんですけども、これもね、これは何の写真集だな、これは。これは、里帆採取ってやつの写真集の一枚だと思うんですけども、ちょっとね、ヒーロー、ヒロインっぽいかなと思って、こちらのね、写真を今日の吉岡里帆ちゃんに、しましたって感じでね、ちょっと仮面みたいな感じでね、バットガール。バットガールも好きなんですけどもね、バットマンのアン・ハサベイさんのやってたね、バットガールが一番好きなんですけども、なかなかね、こういうヒーロー、こんな、ホリックでもね、こういうちょっとね、ヴィラン関係のね、役もやってましたけどもね、神木くんがやってたやつかな、あの映画もね、まあ、主演じゃなかったんですけどもね、とてもあれもセクシーなちょっと衣装でね、頑張っておられてましたけども、という感じでね、今回はこの吉岡里帆ちゃんのね、ちょっとセクシーな感じの、ヒロインみたいな感じの一枚でしたって感じで、まあ、今回のこのポスターがね、当たってよかったです、これ、ポスター、こいつ、これまた貼っときたいと思いまーす。はい、これ貼っといてーってね、タモさんじゃないんだけどね、これ後ろに貼っといてーって感じで、また部屋に貼っときたいと思いまーす。はい、という感じで、今回はこの辺でお別れしたいと思いまーす。はい、それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、またねー。ありがとうございましたー。